アーサー・ジャドソン・ブラウンは、アメリカ合衆国のプロテスタント牧師、宣教師、著述家。1856年アメリカ・マサチューセッツ州に生まれる。アメリカ長老派宣教委員会幹事を34年間務め、特に極東における宣教師団の政策策定をリード。キリスト教各派の統合を目的とする世界教会運動の中心的人物。 選挙政治家との異名を持ち、1901から1902年と1909年には、日本、朝鮮、中国、フィリピン、シャム、インド、パレスチナ、シリアなど幅広く旅をする。訪問先の国々の状況、現地の伝道活動などを詳細にまとめ、学術的な研究も加えて、数多くの書籍を出版。 中国視察の際には17冊もの記録を記した。第一次世界大戦犠牲者救済委員会や、数多くの社会活動団体を通して、事前、社会活動にも尽力する。ノーベル平和賞を受賞したナートン・セーデルブロムなど、著名なプロテスタント牧師に加え、ローマカトリック、ユダヤ教、ギリシャ聖教会の指導者たちとも信仰があり、また、 5人のアメリカ大統領、ヨーロッパとアジアの貴族、遠征外とも交信があった。1963年、106歳で、その生涯を閉じる。アール・パーク・ジョンソン、ザ・レガシー・オブ・アーサー・ジャ・ドソン・ブラウン、イン・インターナショナル・ブレティン・オブ・ミッショナリー・リサーチ、ハット・イエール・ユニバーシティ・ディビニティ・スクール・ライブラリー、ハット・アーサー・ジャ・ドソン・ブラウン、ありがとうございます。